聞こえるか？どうにも厄介なことが起きたようでな。わしの後に急ぎ来てくれるか？何かあったのか？まだ何とも言えんが、嫌な予感はしておる。詳しくは大図書室で伝えるとしよう。対策本部の奥に入り口を用意しておく。そこから入ってくるとよい。昔々、西の帝国にはかつて世にも恐ろしい死神の風貌をした神獣がいた。神獣は彼の住まう神殿がある大森林を守るように存在しており、近づく者は何であれ死神の鎌で引き裂いて惨殺した。
昔々、西の帝国にはかつて世にも恐ろしい死神の風貌をした神獣がいた。神獣は彼の住まう神殿がある大森林を守るように存在しており、近づく者は何であれ死神の鎌で引き裂いて惨殺した。人間たちは食料や材木の確保のために大森林に侵入を繰り返し、その度に近隣の村や町は神獣に襲われ、多くの死者が出た。まるで大森林へ侵入した制裁を下すがごとく、神獣は無慈悲に命をほふった。やがて人々は彼の怒りを収めるため、毎年美しい娘を差し出すことにした。生贄にされた娘たちは二度と帰ってくることはなかった。しかし神獣はやはり大森林への侵入を許さず、平行線のまま人間と神獣の対立関係は続いた。何年もそのような日々が続き、ある日この憂いを断ち切ろうと人々は神獣の討伐を企てた。弓の名手として数々の伝説を築き、魔弾の射手と謳われた美貌の弓使いの乙女が神獣討伐を依頼された。花嫁として送り込まれた弓使いが討伐完了の知らせを持ち帰るのを人々は待ったが、いくつき経っても彼女は帰らなかった。死んでしまったのだろう、かわいそうに。我らの村のためにあの乙女に命を捨てさせてしまった。よそ者とはいえ弔ってやらねば彼女が浮かばれない。神獣討伐の報奨金は村のみんなで集めたなけなしの金だったが、渡すべき人はもういない。村の人々はさらに家財を売り払い、報奨金にその金額を足して一世一代の賭けに出た。大規模な討伐隊を組んだのだ。今度こそあの神獣を倒すのだと。しかし神獣の住まう土地を訪れた人々が見たものは、なんと弓使いと神獣がまるで互いを慈しむように共存している姿だった。騙された。最初からあの弓使いは神獣と仲間だったのでは。許せない、許せない、殺してしまえ。種族を超えた愛で結ばれていた二人に人々は怒り、もろとも殺してしまう。神獣は恨みの言葉を吐いて書き消え、弓使いは殺された挙句首と胴を離され、別々の場所に埋められた。不可侵の大森林はこのようにして解放されたが、神獣の死後そのありさまを変化させた。来訪者を惑わせる迷いの森へと。カーディナル、一体どうしたっていうんだ。お主、
神獣というものを知っておるか？聞いたことはないな。創世の過去、ステーシア神たちがいたとされる時代に、強大な力を持つ獣が数体おった。この獣は神獣と呼ばれ、各地に伝承としてその存在を示唆するものが残っておる。そんな話は聞いていなかったな。ラースの開発が何か実験をしていたのか？アドミニストレーターによって、人類の脅威となりそうな生物は全て排除されたのはお主も知っておろう。アドミニストレーターたちが倒した生物の中に神獣はおらんかった。神獣がアドミニストレーターとの戦いを避けたのか、他に理由があるのかは分からんが、ここ数百年姿を現すことはなかった。その神獣の一体がどうやら西の地に現れたようなのじゃ。すでに住民が十数人襲われて被害も出ておる。その神獣を倒し、復活の理由を調べろってことか？相変わらず察しが早いな。その通りじゃ。ただ本物の神獣だとアドミニストレーター以上の力を持っておる。神獣、やはり何かの実験か。ここで考えても仕方ないか。それでその神獣はどこにいるんだ？西の帝国奥地にある神殿に今おる。ベルクーリに先発隊を出し調べてもらったが、土地自体に強い結界が張られておって、弓を使う女がいないとどうにも中に入れないようなのじゃ。過去の伝承によると、その神獣は弓使いの乙女と種族を超えて結ばれたのだが、最後には人間たちに殺されたとある。襲われた住民たちが言うには、神獣は弓使いの乙女を探している様子であったと。そこに何か神獣復活の原因があるとわしは睨んではおる。弓使いの乙女、シノに相談してみるか。そうじゃ、これを持っていけ。なんだこれは？これはフラクトライトの存在座標を書き換え、一緒に戦う仲間を呼び寄せる道具じゃ。人気並みの希少素材を必要とするため数に限りがあるが、持っていけ。神獣のように強大な敵と戦うのに役に立つはずじゃ。お主の力量は十分に知っておるが、神獣の力はわしにも計りきれておらぬ。十分気をつけていくのじゃぞ。シノン、探してた。実は厄介なことが起きて、凄腕の弓使いが必要なんだ。私をご指名の事態ってどんな事件なわけ？弓使いなら他にもいるじゃない。デュソルバートのおっさんは乙女じゃないからな。実は西の帝国に呪われた森があって、昔々神獣と許されぬ愛で結ばれた弓使いが殺されてしまった。で、伝説も？なんだよ、もう知っていたのか？違うわよ、今ちょうどその物語を読んでいたの。各地の伝説がまことしやかに書かれたものよ。グッドタイミングだ。運命だと思って一緒に来てくれ。わけは見せから話すから。安い運命ね。いいけど。ねえキリト、他のメンツは？シノンしかまだ誘ってないぜ。そう、まあ弓使いが必要なんだものね。時々思うんだけど、あんた私のこと都合のいい道具扱いしてない？心外だな。視線をくぐり抜けた仲だろ俺たち。ほんと調子がいい。
アスナとなら理由なんていらないくせに。なんだって？なんでもない、高くつくわよ。というわけなんだ。シノーが読んでいた書物の通りの神獣が復活し、近隣の村が被害に遭っている。それでこんな大規模な討伐隊が組まれてるわけ？なあ、短期でどうにかなる相手じゃないからな。それに今回の討伐は弓使いの女の子がどうしても必要なんだ。なんでも神獣は暴走を繰り返し、死んだ乙女を求める言葉を吐きながら人々を襲っているらしい。今元いた神殿の場所へと戻っている。もう一度会いたいってことかしら。おそらくな。先発の討伐隊では女性の弓使いがいるチームしか迷いの森の奥には進めず、他は何度入っても入り口へ戻ってしまったそうだ。ゲームで言うなら条件付けされたクエストってところかしらね。そうだな。そもそもこうしたいわくつきの場所っていうのは物語としてはよくあるものだし、この世界には古くから様々な伝承や秘話が残されているものね。これはその続き。アドミニストレーターの抑止力が消えたせいで、本来ならさらに大きな物語となっていたはずのものが今動き出したとも考えられる。真相は何にせよやることは変わらないわ。敵を撃てばいいんでしょ。さすがシノンさん、よっ男前。ちょっと、私は弓使いの王と目、戦闘の腕を褒められるのはいいけど男扱いは嬉しくない。わかってるって。でも本当シノンは話が早くて助かるよ。あんた、私がなんでついてきてあげたか分かってないでしょう。そりゃシノンだからだろ。何よそれ。そのまんまの意味だって。さて、そろそろ仕事の時間だ。これから先のことは先発隊に説明を聞こう。悔しいが、俺たちでは先まで進めそうにない。あんたらが頼りだよ。調査隊を行かせたが、あんなに苦労して倒した魔物がまた復活していたらしい。そりゃないよ。なんとか倒して分かれ道の場所へ戻ると、三つ目の新しい道ができていた。おそらくあれが大神殿への道だ。しかし、我々が怪我人の手当てをしているうちに、三つ目の道はまた閉ざされてしまった。森に入ると、まるで誘い込んでいるかのように道が二つに分かれているんだ。どちらも行き止まりで、恐ろしい魔物がいた。大森林の最奥の神殿は見えない力によって隠されている。これで一通りの情報は聞けたかな。そうね、
分かれ道の先の魔物を倒すと道が開ける。とにかくどちらから道に進むしかなさそうだな。道が開かないらしいの。悪いけど倒されてもらうわよ。裏切り者。は？こいつ何を喋った？楽に死ねると思うな。首を晒してやる。これって物語の中の。シノン、来るぞ。晒してやる、殺してやる、恥ずかしめてやる。裏切り者、化け物と罪と罵り。裏切り者。ターゲティングが頭部ばかりだったな。シノン。はい、なんでもない。先に進みましょう。始めましょうか。かかってきな。よし。あれが先発隊が言っていたやつだな。中を壊す裁きが必要。ターゲティングが体に、いえ、お腹を狙っている。シノン、距離を取ってから攻撃するぞ。子宮中身壊す。裁きを下してやる。大丈夫か？危うくお腹を切り裂かれるところだったわ。そこばかり狙ってきたから。キリトは？俺もあと一歩足を引くのが遅かったら腹ごと下まで切り裂かれて男じゃなくなってたかも。あら、 GGO の再来ね。馴染みの姿じゃない。あの時も男だったよ。ねえ、キリト。
私、神獣と弓使いの乙女の物語を読んでいたから知っているんだけど、弓使いの乙女は人々に殺されてしまった後、死体を引き裂かれているのよ。それはいただけないな。死者に鞭打つような真似なんて。きっと私たちがさっき行った場所にそれぞれ首と胴が埋められていたんだわ。死んだ後もあんな風に罵られて体を。なんでかわからないけれど、私思うの。この道が開いたのは、離れ離れになった乙女が愛する神獣にもう一度会うためなのよ。いいえ、絶対にそう。今胴と首がつながった。これでようやく歩けるの。道が開いたのはそういうことよ。シノンの様子が変だ。弓使いの乙女に気持ちがシンクロしてるのか。弓使いの乙女を解放するような過程がキーだったってことか。そういうシステマチックなことじゃなくて。いや、そうなんだけど。でも違うのよ。私変なこと言ってる。アンダーワールドは歴史とした仮想空間なのに、これは魂の問題なんだって私思うの。その顔、変なこと言ってるって思ってるでしょ。まあ、思ってないよ。なんで笑うのよ。いや、嬉しくてさ。そうか、シノもそう思うか。それって俺がアンダーワールドに閉じ込められてからずっと考えてたことなんだ。ここに住まう人たちは AI だけれど、俺はどうしたってそこに魂を感じてしまう。神獣も伝説の弓使いの乙女もアリスやユージオでさえ AI だ。 AI だと魂がないのか、肉体のあるなしで魂が決まるのか。肉体なんて分解してしまえばタンパク質だ。タンパク質のデータだよ。俺も AI も突き詰めればデータだ。そこに魂が宿るかどうかは、多分その人が送ってきた人生の過程、ログ記録だと俺は思うよ。人生の記録。だから俺は言う。変だなんて思ってないよ、シノン。キリト、もしそうなら早く会わせてあげなきゃな。好き同士が離れ離れたなんて寂しいだろ。そうね。まあ状況によっては倒さないといけないけどな。それ言わないでよ。いい話をした分、自分たちが討伐隊っていうのがなんだかやるせないじゃない。そうだな。会話ができるようならまずは会話からしてみよう。神獣だってこの世界の住人なんだし、こんなことしたわけを聞いてやりたい。けど真の目的は近隣に住まう人たちの安全確保だ。神獣とは可能であれば対話、ダメならバトルしかない。分かってるわよ。センチメンタルになってらんないわ。そういうこと。背中は任せたぞ、シノン。
この先に神獣がいるな。ここからでもわかる。すごいプレッシャーだ。よし、ここで召喚結晶を展開する。システムコール。が昔キリトとアスナを苦しめたっていうやつ。でもここはアンダーワールドだし、違う方にかけましょう。ああ、俺も戦わずに済むならそうしたい。頼んだぞシノン。さあ、望み通り弓使いの乙女を連れてきたぞ。言葉が喋られるなら話を。何か話したいことがあるなら言って。会いたかった。ええ、会いに来たわ。寂しかった。ええ、そうよね、そうよね。もう一度やり直そう。何度でもやり直そう。ごめん、それはできないの。そうしてあげたらどんなにあなたを慰めてあげられるか分かっているけど、でももう一度、何度でも永遠にやり直そう、やり直そう、何？シロン、離れろ。様子がおかしい。殺す。ちょっと、いきなり攻撃？弓使いの乙女が必要じゃなかったのか。ダメってこと？弓使いの乙女として失格？でもあなたの愛した女の子はもういないのよ。私が話を聞くわ。どんなに長くったって聞く。聞いてもらうってすごく必要よ。大切なことだわ。私も
私もそうしてもらった過去があるの。だから今私はここに立っている。本当は人間とも話し合うべきだったのよ。お願い、私にできることを言って、言って、言ってよ。もう一度やり直したい。シロン、できるだけ下がれ。あいつシロンを狙ってる。どうして私をここまで呼んだ意味って、もう一度弓使いの乙女を殺すためだったの。愛し合わなければ自分も死ぬことがなかったから。だからもう一度あなたを殺しに来たマダンの射手と人々を脅かす神獣として殺し合おう。そういうことなの。シロン下がれ。そんなのって、そんなのってない。愛してたのに。ダメだ、話が通じる状態じゃない。あなたにも魂があるんでしょ。話を聞いてよ。みんな、シノを守りつつ連携を組んで攻撃だ。行くぞ。キリト、ごめんシノ、俺は君を守る方を優先する。ふざけないで。私が守られるですって、バカにしないで。説得は失敗した。でも役立たずで終わらせないわ。この戦いで私がいる意味を、もう何であろうと証明してみせる。自動で復活した。
っただろ。あいつはシノを狙ってるんだ。近づきすぎちゃダメだ。ほら離れるぞ。なんて、私がおとりになった方が。待って、目が。怪我をしたのか、見せてくれ。違う、帰り千代、デバフで目が見えないわ。キリト、目が見えないの。これじゃ弓が。みんなも十分戦ってくれている。どうして倒せないんだ。まるで最後の一手を見えない何かでずっとかわされているようだ。もう一度、もう一度やり直してくれ。やり直したい。何度でも、何度でも。愛してる。やり直そう。愛して、やり直そう。最初から変だった。言っていることとやっていることがちぐはぐなんだ。キリト、キリト、見えない。私これじゃ指が。敵を誘っているようにしか見えない。もう一度考えろ。この戦いはここに来るまでにも条件付けがあった。倒せないのはそれを満たしていないからなんじゃないのか。ねえ聞いてる？キリト、キリトってば。最後の一手、最後の一手。真珠はもう一度やり直したいと言っていた。過去を悔やんでいる。愛した女の子を殺す。本当にそうなのか。キリト、キリト、無視しないで。私あんたの言う通り隠れてるから。好きな相手が自分のせいで殺されたら俺はそう思うか。あんたが見えない。どんな顔してるの。怒ってる。俺は、俺なら役立たずなのに。俺なら君にいられて倒される結末を選ぶ。キリト、何を言って。みんな、真珠を倒すには指使いの乙女の一撃が必要なんだ。これからシノンが弓で仕留める。奴を引きつけてくれ。シノン、多分だが倒し方が分かった。俺が支える。観測者になるよ。シノンの弓を射ってくれ。あんた話聞いてないでしょ。目が見えないの。血で、涙で前が見えない。見えないの。後ろから抱きかかえる。ほら、俺の手を添えてね。チャンスが来たら合図を言うから。全身全霊、真意を込めているんだ。手を離すだけでいい。できない、できない。シノン、私じゃなくていい。私じゃなくていいじゃない。弓使いなら、女ならそれでいいでしょ。何言ってるんだ。そんなわけないだろ。あんたもあの真珠も、都合のいい幻想を私に求めてる。ふざけないで。私はいるの。ちゃんとここにいるの。ここに
だから頼ってシノを選んで、他の子じゃダメだ。嘘つき。嘘じゃない、剣にかけて誓う。ダイ、あんたなんか嫌いよ。俺は好きだよ。あんたはそういう意味で言ってるわけじゃないって分かってる。分かってるけど。え？今は聞いたわ。シノ。いいわよ、やってあげる。やればいいんでしょ。おそらくあの神獣のやり直したいは、自分が愛する人に殺されたいって意味なんだ。最初からそうだったなら、こんな悲劇は起こらなかった。好きな人が蹂躙される結末なんて来なかった。だからやり直したい。ああそうだ、こんな悲しいこと、もう終わらせてやろうぜ。シロ、行くぞ。俺が狙いを定める。あいつには君の一撃が必要だ。まだだ、もう少し。出会わなければよかった。そういう苦しく切ない気持ちだったので。まだまだだ、あともう少し。私わかるわ。シロ、撃ち抜いてあげる。あのさ、何よ。目まだ痛いか。だから手を引いてって言ったんでしょ。しっかりナビゲートしてよ。はい。こんなところ他の子に見つかったら、あんたボコボコにされるわね。先に帰ってもらってよかった。やめてくれよ。私そういえば男の子と手をつないで帰るなんて初めてかも。え？素敵なムードでも海が見える砂浜でもないけど、まあ許してあげるわ。誠心誠意ナビゲートさせていただきます。シノ、本当ごめんな。俺が言葉足らずで傷つけてたこと。シノはいつも横にいて一緒に戦ってくれた。憎まれ口叩いても支えてくれる。俺それに甘えてたよな。このお詫びはいつか精神的に、じゃなくて本当に何かで償わせてくれ。いいわよ。あ、誰でもいいわけじゃないんでしょ。それはもちろん。でもそれと詫びは別っていうか。誰でもいいわけじゃない、選んで私にしたならそれでいいわ。あ、シノ、あんたはさ、いつもフラッとどっかに行って知らないうちにたくさんの人に囲まれてるじゃない。そんなことないよ。あんたがそのつもりなくてもそうなの。それで私その度に私はあんたにとって何者で、どのうちにいたらいいんだろうって思うことがある。でもいいの、あんたの口から
はっきりと聞けたから。私も誰でもいいわけじゃない。あんたが誘ったから来た。これからもあんたが誘うなら、死神が待っていてもデスゲームでもどこへでもきっと行く。シノ、私はそういう女だから覚悟しておいて。あんたには私じゃないとダメだって。これから何度でもあんたを救ってその身に覚えさせてやるわ。これってまるで愛の告白みたいじゃないか。いや、シノンは戦友として言ってくれてるんだ。勘違いするな。バン！え、なんだよ急に。ぼーっとしてたから銃で撃つ真似しただけ。好きだらけね。そんなことじゃいつか思わぬ時に食べられちゃうわよ。ああ、食べられちゃうのか。なんかいろいろ理不尽だな。人生は理不尽なの。倒れなさいよ。この私に撃たれたのに膝をつかないの？やられた。これでいいか。10点。何点中の10点ですか、シノンさん。100点に決まってるでしょ。どうやら少し機嫌が治ったようだ。笑ってくれてよかった。シノン、ほらまた手をつなごう。帰ろうぜ。腹減ったな。帰ったら飯にしようぜ。何がいいかな。キリト、ん？手を引いてね。ああ、そうしてるだろ。離さないでね。シノン、もっと強く握って。あ、痛くないか。痛くないね、もっと。うん、これでいいか。なあ、強く握りすぎてないかな。女の子の手だからなんか壊しそうで怖いよ。バカね。あんたはその気になれば言葉一つで私を壊せるのよ。シノ、最後には私を選んでよかった。そう思わせられるならそれでいい。それでいいわ。それだけでいい。いいからもっとギュッとして。決して私を離さないでね、キリト。とりあえず神獣は倒したし、一度カーディナルに報告に行こうか。よくやったぞキリト。神獣を倒したそうじゃな。ああ、渡してもらった召喚結晶がなければ勝てない相手だった。助かったよ。ふむ、やはり神獣の力は凄まじいようじゃな。今回で終わりとは限らん。引き続き警戒は必要じゃな。して神獣が復活した原因じゃが、あの神獣は恋人に自分を殺してほしかった。自分を殺さなかったことで恋人が死んでしまった後悔から。だから彼女と会う前のように人を襲っていた。そうすることで恋人が再び現れると思って。ふむ、しかしそれが理由であれば200年も息を潜めずに復活していてもおかしくはない。シノンの言うことは暴走の原因であっても復活の原因ではなさそうじゃな。やはり今のところ神獣の復活と結びつきそうなのはアドミニストレーターの影響力の減少くらいか。ところでシノンよ、お主から強い力の気配を感じるのじゃが。え？
シノン、肩に引っかかっているその黒い布は何だ？これはあの死神の真珠が着ていたローブの切れ端。いつの間に。ふむ、さすが真珠が身につけていたもの。切れ端でもかなりの力を感じるぞ。それを用いて武器を作れば人気になるやもしれぬ。今回の功労者はシノンだ。シノンが作ればいいよ。本当に私でいいの？俺を何度でも救ってくれるんだろ。そのためには強い武器も必要だからな。バカ。始めてよいか。では術式を発動するぞ。システムコール。されるとは、どれほど強い思いを持った真珠じゃったのか。わしも長い間生きておるが、このようなことは初めてじゃ。これが私の神器。すごいな。武器も装備も重装甲だ。真珠の、もう愛する人を失いたくない。守りたい。そういった思いが形になったのじゃろう。ええ、きっとそうね。そして私も愛する人を守れるように。あ、今なんて？秘密よ。教えてあげないわ。キリトよ、今後も神獣が現れるやもしれない。その時はまた力を貸してほしい。ああ、任せてくれ。こうして俺たちは神獣を倒した。だがこれは世界の歪みのほんの一部であることを、この時の俺たちは知らなかった。